はい、酒井養魚場さんのこちらも昭和搭載サイズが14センチです。お願いします。はい、泳ぎが早いため少し眠らして撮影しております。こちらも丸天模様の昭和ですね。まだまだ積み待ちですが、だいぶこれも浮いてきました。丸天模様の大柄な三段模様、今後の墨の出方でうんとこれも変わってくると思います。これも締め替えにとずっと残してた声でですね、こちらも顔が四角いオタフク顔、尖ったイメージもなくですね、幅のある一匹です。両手にも綺麗な元黒ありますね。こちらにも元黒あります。サイドしっかりとした木は便利ですね。はい、お腹です。お腹にもパラパラした印象は全くないです。非常に品のいい昭和です。顔の形がいいですね。そして鉢いっぱいのこの丸点、非常によく見せます。じゃあ、コメントの方よろしくお願いします。あとですね、この重ねではありますが、2段目に出ている墨が非常に黒々として、いい墨が出ているので、これから出てくる墨も期待できるんじゃないでしょうか。はい、それでは最後寄りたいと思います。この口の下も墨ありますので、将来的には顔も出てくると思いますね。虹がお分かりになるでしょうか。はい、鼻先にもありますしね。今回の2歳の35部の昭和とかでも、まあ、本当によく顔にも墨が出てましたし、まあ、酒井さん作詞の声で幼魚倉庫を取られてた声もですね、しっかりとしたいい墨で出たので、この辺のタイプもですね、顔にグッと面割れしてくれば非常に大化けするような一匹になってくれると期待しております。はい、そうですね、35もやっぱり顔の墨のインパクトで目立ったでしょうかね。そうですね。でまた色も結構赤くなりますので、ここらは正直言ってあんまり大きくしてないので、餌を色揚げの餌もほとんど食べさせてないので、若干まだ色が薄いんですけども、ただまあ色揚げしっかり揚げれば赤くもなってきますので、これから飼育の楽しみな魚たちだと思います。はい、いかがでしょうか。はい、今注目の酒井養魚場さんの昭和サイズが14センチです。ぜひよろしくお願いします。